そう、ワルシちゃんとね、動物園に、なんか遊びに行く夢見たんだよね。なんかね、コアラの場所がすごい臭くて、臭いっていう夢だった。コアラを一緒に見たんだけど、なんか、この場所めっちゃ臭いみたいになって、コアラ臭いみたいな夢でした。まあ夢なんでね。まあ夢なんで。コアラエリアがめっちゃ臭くて、なんか、でも人がいっぱいいて、なんか人の温風を感じるし、コアラは臭いしで、ちょっと、ふわーって逃げる夢だった。コロコロは笑ってたよ、いつも通り。コアラの匂いかと思ったら自分の匂いだったって落ち説はない。コアラのエリアに行ったら急に臭くなったし。あ、ちょ、あと見てほしいんだけどさ、なんか胃もたれがひどいけどさ、ちょっとなんか謎にお餅をさ食べたくて、でね、なんかさ最近ツイッターでさ検索するとめっちゃ なお餅レシピみたいなの出るやん。まあ出るんですけど、ちょまたなんかちょっとたまにさ、なんかそういうの作ってみようかな、枠みたいな。なんかちょっと意欲が湧くわけよ。作ってみよう欲が。簡単に言うと。まずですね、これは作ってないですよ。これはツイッターで見かけた。こちらを作ろうとしたんですよ、私が。こちら。はい、ドン。はい、こちらを作ろうと思いました。これはなんか、5.3万いいねされてたんだよ、確かその時。で、お餅、なんだ、ハニートーストみたいな。そう。なんか、フライパンで焼く、ハニートースト風の、お餅なんですよ。はい、次。あ、そう、フレンチトーストだ。フレンチトースト。フレンチトーストです。はい、で、こちら私が作ったものです。なんで？本当になんで？もう、この時間に見せていいものじゃないだろう。いいえ、これを見ればみんな食欲はなくなります。 なんで？味はフレンチトーストだった。 味はフレンチトーストだった。でもこれになるんだよ、これになりますって言われて。まあ、これになんなくてもさ、かろうじてなんかこういうなんかペタっていうものになるかと思ったら、なんか私のやつ、なんか平べったくなんなかったんだよ。